皆さんこんにちは、ニフコーヒーの小川です。今日はちょっと変わってマグカップのご紹介をしたいと思います。私が好きでよく使っているマグカップなんですけれども、こちらですね、エンバーという会社のマグカップです。まあ、見た目普通の黒いマグカップなんですけれども、下に端子がついてますけれども、少し持った感じずっしりします。それはなぜかというと、中にバッテリーが積んであってヒーターがついてて保温機能がついているマグカップになります。このマグカップ専用のアプリがありまして、このアプリなんですけれども、これと連動して使うタイプになります。このエンバーのいいところなんですけれども、 0.5 度の単位で温度設定ができます。しかもこれにバッテリーが積んであるので、その温度設定をだいたい1時間ぐらいですかね、維持してくれるっていうのがすごいいいところですね。これの付属品がこのコースターなんですけれども、コースターのところに端子がついていてね、まあ、コンセントに挿してこんな形です。まあ、DC アダプターとこれをつないで、まあ、コースターの上に乗せると常に給電されながらコーヒーを飲むことができるので、この状態でしたらずっと温度を維持してくれますけれども、ここから外した時もうこれ単体だと1時間ぐらい持つっていうような感じです。でこのアプリなんですけれども、ここで自分の飲みたい温度に設定することができます。まあ、コーヒーはやっぱりあったかい方が美味しいなって感じるのは僕も思うところなんですけれども、熱すぎるわけではなく、まあ、大体これ最大で62度ですね、 62.5 度まで設定できて、低いところだと50度の設定になります。加熱用ではないので、冷たくなったコーヒーをこれで温めるってなると結構時間かかっちゃうんですけれども、あったかいコーヒーを保温するという感じだとだいたい1時間持つっていう感じですね。では実際使っているところをお見せしたいと思います。では実際コーヒーを入れてみましょう。まずアプリを立ち上げるとロゴが出てペアリングをします。 Bluetooth がつながっているとリンクされます。でこちらの方には今コーヒーが入ってないので空という表示ですね。コーヒーを入れると今の温度が表示されます。で設定温度、例えば今ですね、じゃ設定を55度にしましょう。55度にして中に入っているコーヒーの温度が61度だと、55度に下がるまでは加熱はしないという形ですね。で55度になりましたらどんどん加熱をしていって、常に55度を維持するようなマグカップになります。まあ、これによっていつでも飲みたい時の温度をキープしてくれるマグカップという感じです。サーモスみたいな保温するこうマグカップって結構あると思うんですけれども、実際僕もよく使いますけれども、あれでもやっぱり温度ってどんどん下がっていってしまうんですけれども、これを使うと55度とか、まあ、60度に設定すれば60度ですね、その温度を常にキープしてくれるので、非常に30分1時間コーヒーをゆっくり飲む感じ飲んだとしてもしっかりと温かい状態になります。結構30分経った後にマグカップでコーヒー飲もうとしてもまだ熱々で飲めるっていうのはすごい変な感じが最初はしましたね。けどやっぱり温かいコーヒーの方が飲んだ時やっぱ美味しく感じるので、このマグカップ値段ちょっと高いですけれども、
結構使ってていい買い物したなって思います。設定画面はこんな感じです。光る色を変えたりとか、あとはカップの光る時の、まあ、若干ですけどもね、光る明るさを変えたり、あとバッテリーの残量とかも出てきます。あとはお気に入りの登録として、まあ、普段飲む温度帯、カフェオレだったら55度とか、コーヒーだったら57度っていうのをワンタッチで設定できるっていうのはありますけれども、まあ、これはほとんど私使ったことないですね。であとはあの紅茶を入れる時用にタイマーとしての機能もありますけれども、まあ、スマホにタイマーついているのでこれも使うことはめったにないですね。出ました。あなたにぴったりのオン56度到達しています、楽しめます。なんか日本語訳がちょっと変ですけれども、まあまあこんな感じでちょうど到達しましたよと表示されます。最後の一口まで温かくコーヒーが飲めるのはすごくいいマグカップですね。一方で、まあ、ずっと使ってるんですけれども、使っててもうちょっとこうした方がいいんじゃないのって思う点もいくつかあります、まあ、それはまず一つですね。まず価格が高いことですね。どうしてもこちらで1万3000円ぐらいですかねしますので、マグカップに1万3000円はなかなか出せないですよねっていうのがあるんで、もう少し安ければいいなと思います。これの差し口がですね、USB-C だったらいいなと思いました。USB-C でしたらモバイルバッテリーとかで給電することができるんですけれども、基本的にはコンセントに直接刺さないと充電できないという形ですので、まあ、それはやっぱりこれから改善してもらえればいいなと思うところですね。もちろん商品自体はすごくいいので、興味ある方は買ってみてはいかがでしょうか。それでは今日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コスパ抜群の最高級スペシャリティコーヒーはニフコーヒーネットショップで販売しています。詳しくは概要欄よりご覧ください。